今日はまたあのトラブルから始まっちゃって、さっきの人たちまだ戻ってきてくれない。どうしたらいいの。まあ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 、じゃあ徐々にね、言いましょう、徐々に。乾杯。ちょっと今店の店主のね、同級生なんですけどね、これお店でいるんですよ今日は。すいません、乾杯しましょう。あー、今日はね、このね、いいですかお酒。今日ね、この今ね、何飲んでるかと言いますとね、これね、佐賀県でスイスイスイっていう日本ジャパニーズス、ジンっていうやつですね。これがね、すごく日本流にアレンジした、ジンみたいで、すごいこれね、美味しいんですよ。果物と割るとめちゃくちゃ美味しくて、はい。読んでもらってもいいですかね。はい、3回目のワクチン。あら、冷凍教授、こんばんは。3回目のワクチンの接種、副反応できついので、これで攻め。ちょっと冷凍教授、いつもそんなんですね。ちょっとだけ見てもらってもいいかな、もうちょっとね。うん、もうちょっと頑張りましょうか、もうちょっと。はい。ギャグなのかね、いつもわからないけど、これ、冷凍教授はね。はい、コーラさん、こんばんは。どうも。いや、ありがとうございます、皆さん、本当に。ね、いやー本当に旅、皆さん何やってたのかな、ゴールデンウィークは何やってたんですか、教えてください。独身の方、家族の方ね、いろいろいると思うんですけど、みんな何やってたのかな。うん、もうでも今はね、昔と違ってなんかこうゴールデンウィークだから旅に行こうとかね、そういう感じでもないのかなっていう感じなんですけどね。どうお過ごしだったでしょうか、皆さん教えてください。はい、さっきの人数が戻らないですね。まあいいや、はい、はいはいはい、すみません、ちょっとね、老眼なんでちょっとただね、眼鏡かけたくないの、僕はもう絶対に絶対かけたくないですよ。旅シリーズ面白かったですって、うん、ハードコアさん、モーリー、ハードコアモーリーさん、ゴールデンウィークにグラバが入会しました、本当ですか、ありがとうございます。本当に、いや、お会いしてんのかな、どうなんだろう。テック、201さん、旅シリーズ面白かった、ありがとうございます。もうね、いろいろ事情があって、なんていうのかな、削除しちゃったりしてですね、もうただでさえ再生数いかないのにね、ラクダに乗った瞬間にもう思いっきり落ちるっていうね、ありましたけど、ラクダね、めちゃくちゃ可愛かったですよ、本当に。もうね、印象に残った日本半周の九州からまあわーっと参りましたけど、どうだろうな、やっぱり意外と島根お酒が美味しかったなっていうのと、鳥取もなんか砂丘がやっぱすごい、あとはどれだろうな、まあいろいろ印象は残りましたね、と確かに。うん、佐賀もめちゃくちゃ美味しかったですよ、ご飯。はい、ということで、なんかもう、あーもったいないね、人数みんなあそこで切れちゃって、どこ行っちゃったのかな、戻ってきてほしいな、もうちょっと。はい、コーラさんね、子供は成長し家族で出かけれることもなくなり、メダカの世話、メダカの世話してるんですか、コーラさん。あらららら、メダカの世話ってなんか一日何回か餌あげるっていう感じですかね。なんか何日かあげないとやっぱりね、メダカも死んじゃったりしますもんね。メダカってもね、なかなか最近メダカ飼ってる人っていうのもあんまり聞いたことないけど、そうなんですね。なんか小学校の時ね、あったような気もするんですけどね。独身です、独身なんですね。熊田競馬場に行ってました。墨田競馬場、ちょっと目が見えないな。マナブさん、競馬やるんですね。まあでも、まあ人それぞれね、いいですよね。家族と過ごす人もいて、一人でね、遊びに行く人もいて、まあそれでいいんじゃないかなと思いますね。ね、まあ海外行ってる人はね、少ないんでしょうけどね。まあ、この間、でも、ヤフーニュースでね、ちょっと見てましたけど、ハワイに行って、なんかすごく、ドル高だから今大変ですみたいな、そういうニュースも出てましたけどね。なんか久々ですよね、あんなドル高。確かに昔どこ行ってもタイとかでもね安いし、どこ行っても安かったんですけど、
なんかそういうのがなんかもう海外行くのはちょっと今は怖いですね。確かにね。でもね、僕行った時ね、20年前のタイはね、1バーツでもね5円近いってありましたよ。あ、ちょっとみんな知らないか、知らない人はあれかもしれないけど、5円って結構高いんですよ。だって3円ぐらいでしたからね、最近ね。一番ひどい時は 2.7 っていうのもありましたから。そう、それはありましたけどね、うん、日本の経済もねなかなか心配なとこではあるんですけども、なかなかこれ読むの大変だね。はい、すいませんね。あ、天候に恵まれましたね、コーラさんね。あのゴールデンウィークね、あ、レイト教授、ただいまの体温が 38.1 度なので、やっぱり寝かせてください。レイト教授まあ、寝てください。もうじゃあ次回ぜひね、来ていただければと思います。レイト教授ね、ちょっとやはりね、もうちょっと無理かな。でもな、もう寝ながらこう、でもその副反応ってやっぱすごいんですね。3回目のワクチンはもっとね、あの副反応があるっていうのは確かに聞きますよね。そう、何回打ってるんですかね皆さんね、ワクチンはね。でもなんか打たないっていう人も結構多いですけどね最近ね。あら、福ちゃんさん、こんばんは。ビール代です、乾杯。600円いただきます、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとビール代に、じゃあちょっと後ほどさせてもらいます。スパチャをいただきました、ありがとうございます。ごちそうさまです。すみません、ちょっと旅の疲れをちょっと癒したいと思います。もう何せね、日本半周、まあ今度ね東北も行きたいんですけど、なかなかハードだったんでね。はい、皆さんでもね、いろんなとこに全国散らばってんでしょうね、住んでるとこはね。うん、はい、ラクダ可愛かったです、松岡さん、ありがとうございますラクダでもね、ほんと可愛いですね。なんかね、もぐ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 、なんかもう全く自分の世界で生きてて可愛いんですよ。で、なんか中東から来たのかなと思いきや、モンゴル系だったみたいですね。コブが2つだと中東系じゃない、あれ、モンゴル系かな。うん、で寒さも耐えれる。そうで、中東系はコブ1個だらしいですよ。うん、でやっぱりね、物を乗せるらしいんで、人は乗っけないんで、めちゃくちゃね不安定なんですよ。すっごい不安定で、そう、首輪でこうやるわけでもないし、だから鼻にね、かわいそうなんですけど、鼻にねこうグワーッとつけてそのまま引っ張るから痛いですよ。痛いからなんか言うことを聞くみたいな、ちょっとかわいそうでしたけどね。そう、ありがとうございます。ビール代ありがとうございます。はい、モデルナ打ちました、コーラさん。はい、結構きつかった。そうでしょうね。もうモデルナとか今でも、この間なんかねテレビで、いや何大臣かちょっと忘れましたけど、モデルナとファイザー、どっちが危険です、なん大丈夫ですかみたいな質問されて、いやどっちも大丈夫ですよみたいな言ってましたけどね。本当なんですかね、あれね、こういう話はやめよう、こういう話はやめよう。あれはまあなんかね、作った人しかやっぱ分からないんじゃないかなってね思っちゃうとこもあるんですよ、私なんかは。はい、ですね、これ難しいな。中東のラクダはコブ1個、あ、そうなんですよ、よくご存知でね。中東はね、コブラクダ1個、でもすごいですね、なんですね、鳥取のラクダじゃない、砂丘ね、最初僕行ったら全然わけわかんないとこ行っちゃって、誰もいない、あれはあれでいい観光ですよ。誰もいないんですよ、だって誰もいないの。もう自分なんかね、こんな旅動画なんかやっててもね、早く格闘技やれよみたいなね感じになっちゃうと思うんですけども、まあこれはこれでね、まあ昼飯旅にこの間出させてもらって、また今度ちょっと出るんですけど、そこでようやく意味が生じたって感じですかね。あ、そことこれがつながったって、これようやくね意味が生じてよかったんですよ。そうまあそんなことはいいんですけど、であとは、ベトナムさんは、あ、北海道レンタカーで一周するんですね、6月にね。ご家族で行くのかな、それはね。そうか、
いいですね、コーラさんも。あちょっと目が見えねえな、老眼に苦しんでる。あそう、僕も今ね、そこまで老眼だったとはっていう、これね、前にというか、つい最近もね、名医者行ったんですよ。そしたら名医者の先生が、老眼が一番、その要するに目が良かった人ほど災難だって言われましたね。適当な悪さな人の方がいいみたい。うん、目が良すぎる人は本当に後々災難ですねって言って言われました。だからもうくっきり見えるんですよ、全部。今も全部見える。でもこれが見えない。そう、でも考えてみたらね、このもう昔にないですからね、こういうのは文明的に。だからまあ見えなくてまあいいのかなっていう感じもするんですけどね、これに対応することはないかなっていうね感じもするんですけど。さあ皆さん、ちょっともうもう一回じゃあ乾杯しましょうかね。すいません、今日はね、佐賀県で見つけたね、ジンジンジンっていうのかな、スイ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 っていうのをね、果物に割って飲んでます。じゃあ皆さん乾杯します。私の今ね、同級生のねマスターが横にいて、ちょっと乾杯しましょうか。じゃあちょっと乾杯。はい、貸し切りでやってます今ね。ありがとうございます皆さん。美味しい。もう、あら、ありがとうございます。またマナブさん、370円、これがビール代ですか。もうビールじゃあ持ってきてもらいましょうかね、もうね、マスターに。ビールじゃあちょっと持ってきてもらいます、後でね。あとありがとうございます、すいません。ちょっと定期的にやっぱやりたいですね、このね、ちょっとコミュニティとしてね、こういうのね。ただまあいつもね、話題が決まってないっていう最近のありますけどね。はい、旅でいいんじゃないですか。まあたまにちょっと格闘技入れてね、何でも質問してくださいね。喋れることは喋ります。コーラで乾杯します。コーラさん、あ、だコーラさんはコーラが好きってことなんですね。昔ね、僕らの子供の頃はね、まあ5、6歳だからもう40何年前なんですけどね、コーラの味なんだけどコーラじゃない、なんだこれって思ったらペプシーコーラだったんだよね。そう、そういうね、同じ味なのに2つ名前があんだみたいなね、そういう時代だったんですよ。そう、なんか何にも、なんだろうね、ヨーヨー名人とかね来てたしね、駄菓子屋に。そういう時代だったね、なんかね、すごい。もう昭和の一番終わりかけのいい時代を味わったメンバーかもしれないですね、我々は。そうですね。はい、あとは何ですか。旅は楽しかったですか。坂上フランクさん、ソリカイリーフランクさん、いろんな名前がありますね。旅楽しかったですよ。もうっていうか、まあ今ね、やっぱ海外に行けないんで、もう海外に、まあ本当アジア行きたいんですよ、僕も。バーッと回りたいんです。だから暇な時は海外何カ国もこう渡ってましたからね。そう、まあ試合終わった後とか。それが今行けないんで。でもまあ考えてみたらね、東大元暮らしでも日本全然回ってなかったんですから、まあそれはいい機会でしたよね。だからまあそれはそれで良かったかなと。で、東北もね行きたいなと思って。でね、車で回るのはね本当いい、もう絶対いい。車はね、やっぱ空港なり駅着いてそっからもう動けないじゃないですか、なかなか。見たっつっても見てるうちになかなか入らないですけど、車はもうその前から景色でバーっと行ってて、そこでなんかこうちょっとお茶したりとかいろんなことやってるんで、はい、それはもうね、車はやっぱいいですね。車の旅はね絶対した方がいいなと思いました。だから皆さんもね、人生を後悔なく生きるためにほんといろんなもん見てね、経験するっていうのがねいいかなと思いますね。もうどうせね、どうせって言い方よくないね。もういや、まあどうせの反対語はやっぱりらしいんだけど、やっぱりもう最後ね、終わりが来る時ありますから。うん、なので自分のこう見てないものを 見て死ぬっていうのは一番いいんじゃないかなと。やっぱり仕事だけじゃないですよね、人生はね。
仕事だけじゃないっていうか、まあ仕事じゃないね、仕事ではないね、人生はね、経験です、経験、そう思いますよ。はい、酒のおつまみ何ですか、トジヤさん、酒のおつまみ、はい、今日ですね、いい質問来ていただきました。実はですね、私とこの同級生のマスターは非常にこう筋トレは結構好きなんですよ、トレーニング好きなんだけど、食べるのも好きですぐ太っちゃうの我々は。だから今日はもう油はやめようと、炭水化物はねちょっと取っていいと思うんだけど、やっぱり野菜とか、ね、いろいろ炭水タンパク質を、油を取らないタンパク質、これ大事ですよ。やっぱり油取って甘ければもう美味しいのは当たり前なんで、ということで今日のまず、サブメインディッシュっていうのかな、こういうねシーフード、うん、コレステロール的にはちょっとわからないですけど、普通まあ炒めたいとこじゃないですか、これをまあ茹でるっていう形でやっております。はい、いいですよね。これをなんとこの今これタイ料理屋さんにいるんでね、この緑のソース、これ何のソースですかこれ、シーフード専用のソースみたいです、チリソースみたいですね、こう緑のソースで、これが副メインじゃねえな、なんて言うんだろうな、セミファイナルこれですね、これはメインで今日はね、ダイエット食になってます、チキンの。これはマスターどうやって作ったんですか、これちょっと聞いて、ちょっとだっていいですか、マスター何ですか、菊田さんがよくやっていらっしゃいます、はい、ヨーグルトとカレー麺漬け込んで、で焼くやつ、あ、オーブンで焼いてますんで、この肉何、これはチキン胸ですね、胸肉、胸、そうだから胸肉をこうさっぱり仕上げるいいでしょうね。これ皆さんやってください、ヨーグルトと、まあ、カレー粉を、まあ、ジブロックに入れて、まあ、ちょっとつけといて、まあ、2時間くらいでいいと思うんですよ、全然1日でもいいし、でただオーブンレンジとか、オーブンレンジっていうかもうあれだ、ガスレンジ、魚焼くとこで焼くじゃないですか、それだけでもうしっとり、ちょっと味見していいですかね、これ大丈夫、しっとりできてる、大丈夫です、大丈夫、じゃあちょっといただきましょう、じゃあいただきます、柔らかい、うまい、いいね、これはいいつまみだ、あ、うまい。じゃあヨーグルトをつけると柔らかいですよね。塩麹っていう手もありますけどね。で、これにさ、マスタードとかケチャップとかつけるんですよね。そうですね。じゃあこれを、これね、マスタードね、つけるんですよ、これ。で、僕ね、マスタードね、ちょっとよく使うんですよ。なんでマスタードを使うかと言いますと、マスタードってほら油が入ってないと思うんですよね、ほぼ入ってないと思う、入ってたとしても、まあ、ケチャップもちょっと甘いだけなんですね、ほぼ入ってない、お酢ですよ、お酢、多分お酢だ、これね、マスタードを、つけましてね、まあ、ケチャップちょっと甘いですけど、甘いのはちょっとは大丈夫かなと思ってます、油でも絶対ダメです、油は。マスタードつけるといいね、うまい、皆さんこれやってください、皆さんやってください、これはマスタードつけるとめちゃめちゃうまい、本当に。で、このお酒もさ、これ知ってます？これね、日本のなんていうかな、味に合わせたジンなんですけど、今ね流行ってるんですよ、流行ろうとしてるわけ。これをこれ抹茶とか生姜とかなんかいろんなエキスが入ってるらしいんですけど、これにこう炭酸4分の1で割って、炭酸入れて4分の1じゃない、4倍で薄めて、それに果物入れるんですよ、果物の、まあ何でもいいです、グレープフルーツでもオレンジでも何でもいい、そうするとね、これね、プリタムないらしいですよ、さっき聞いたら、マスターに聞いた、そう、これいいよ、これはいいわ、これは美味しいね、通風持ちには最高です、うん、あ、マスターね、通風らしいですよ
痛風、そしてこの間はくも膜下出血もねちょっと出ちゃって、その退院したその日にね一人で乾杯したってね、そんな人いないでしょ。ロックンローラーですね、やっぱね。もうすごい。まあ酒、やっぱでも酒ね、前はタバコも捨てたけど、あれでしょ、酒やめるのはやっぱ一番つらい。そうですね、やっぱね、人との。すいません、またえ、だあれあれ、まなぶさん、またまなぶさん、ビール大ありがとうございます。すごいですね。ごめん、ありがとうございます、本当に。じゃあマスターちょっとビールも持ってきてもらっていいですか。せっかく皆さんが、はい、ちょっとじゃあ注文させてもらいます。ありがとうございます、まなぶさん。なんかいつもちょっとこれあれだね、じゃあ毎月1回ちゃんとやんなきゃないですね、この定例会ね。で、皆さんのお話もちょっと聞いていくっていうね、やりましょう。はい、山口ハンナさん、こんばんは。美味しそうです。いや、美味しいですよ。あのね、これいこうよ、これ。これすっごいのよ、エビがさ、この巨大なエビ、わかります？これでこのタイのシーフードソース、よくこれね、タイでもあの焼いたエビかなんかにねかけるソースなんですけど、これでちょっといただきたいと思います。うん、あ、おいしい。うん、このエビすごいですね。これほんとめちゃくちゃ辛いね、これ。これすごい辛いね。辛いやっぱ緑だと辛いのかね、これね。タイ人大好きです、この辛いのは。タイ人が大好き。タイでも働いてましたからね、マスターは。あー、美味しいね、これね。ホタテとかいろいろ、このシーフードソースね、いいですよ。ちょっとパクチーも入ってんのかな。ちょっと入ってるかもしれないね。あとなんかこ、あ、それこんにゃくですか。なんかこれをね、油をなんか拭いて炒めたらしいですよ、こんにゃく。いいよね、これね、こんにゃくね。今日はもうほんとね、炒めるとか油を全く使わない、平日モードでやってます。ちょっといただきます、これも。うまい、うまいね。なんか自分が知ってるこんにゃくの味付けの味じゃない。なんでだろう。ソースがある。ソースがある。タイ風の。これめちゃくちゃうまいですよ。なんですかね、この味は。うまいな。食べたことないな、これ。日本の味じゃないね。美味しかったです。ありがとうございます。あ、コメント。もうコメント読んでもらっていいですか。老眼なんで、もう読んでもらいましょう。僕も老眼なんです。お互い老眼なんですね。お願いします。じゃあ、はい。さあ、まコーナーさん、はい。絶賛されると飲みたくなりますね。ええ？ここで絶賛されると飲みたくなります。お酒ですか。あ、ぜひぜひスイスイスイで飲んでみてください。これめっちゃうまいですよ。はい、うん。山口花さん、マスタードいいですね。うん、そう。マスタードはね、ほら刺激もあるし、まあいいですよね。その油がないのが一番いいです。うん。コーラさん、タイ料理食べたくなります。うん。あ、いいですね。タイ料理ぜひ。はい。トシヤさん、やばい、腹減ってきた。すいませんでした。ちょっといただいたビールをいただきます。すいません。いただきます。ワシーちゃん、なんて書いたんだろう。山口春奈さん、はい。シーフードはヘルシーですね。うん。知ってるんですね。水人ソーダ美味しいです。ワッシーさん、あ、知ってんだね、ワッシーちゃんね。あ、水人ソーダ。有名なんですね、多分ね。あ、ここですね。今飲んでるんですよ、ね。飲んでるんですか、これ。ありがとうございます。飲んでるらしいですよ。ね、そんな感じで。何かね、質問あったらぜひね、やってください。もう1時間ね。もう旅行きたいですね、本当ね。そうですね。本当に。もう本当はね、僕3月にね、アメリカに行ってライブを行きたいなと思ってたんで、エルトン・ジョンとビリー・ジョエルの、もうこれはね、残念。あとタイも2年以上行ってないのかな。最後行ったのが
あ、2年何ヶ月か経ってるんですよ。2020年かなの2月に行ったんで最後だから2年2ヶ月経ってるんで、こんな行ってないのもないんですよ。必ずタイは行ってどっかと絡めて、いろんなとこ行ってたんで、もうね、知り合いもいっぱいいますからね、もう第二の故郷なんですよね。なのでね、本当に行きたいんですけどね。まあでも来年はどうなんですかね。来年はコロナももうさすがにどう、マスクも多分ね、海外はみんなねマスクなしになってきたし、日本がちょっと遅いんじゃないのって言われてるぐらいだから、まあどうなんですか。もう今年はマスクなしもあるでしょ。そうですね。で海外も来年は行けるんじゃないですかね。なんでかっていうと、だってあのワクチンをね、あの打った人じゃないと海外行けないって、ちょっと、まあ、完全に減っちゃいますよね。であれも実際ほら、一回打って聞いたっていうことじゃなくて、定期的に打たなきゃいけないってのはもうなっちゃったから、そうすると半年間あの打たない、半年以内の打って半年以内じゃないと入国できませんってやっちゃうとみんな行けなくなっちゃうじゃないですか。だからもうあれは多分もう解除されるんじゃないかなと個人的には思いますけどね。そう思いますけど。あとはまあ、なんか最近気になる話題あります？皆さん、マレーシア料理とか、あのケンジロー・ヘミマさん、あら、マレーシア料理とか、はい、レポ求めますって。マレーシア料理はなんかこの間ね、あのガクトさんの YouTube ヒュッと入ってきたんでちょっと見たんですけど、マレーシアが世界で一番美味しいとこ言ってましたね。なんかね本当なんですかね。コスパもあるんでしょうね。それ言ってましたよね。あの料理に関してはちょっと高いとすごくあの腹が立つって、意外と意外だなと思ったんですけど、僕も同じくでね、それ女本当同じくで、料理ってね、やっぱさ、あの例えば物を買うと、初めから大体何かって分かるじゃないですか。あの例えば車でもなんか物でも、まあ大体自分で相場分かるけど、料理って初めてのとこって行ってからじゃないと分からないから、あのじゃあいくらなんだろうなと思って最後、あ高いってなったらやっぱりね腹立つって、まあそれはあるかもしれないですよね。それはあるね。ベトナムさんパクチー食べたい、はい、ベトナムさんパクチー食べたいですか、うん、いいね。パクチー今日ないね。パクチーあるんですか、まあ、じゃあ後であれパクチーちょっとパクチーちょっといい、ちょっとパクチーですか、はい、パクチー出してもらいます私。じゃあベトナムさんの代わりのパクチー食べ、パクチーって僕もね10年ぐらい全然食べなかったんですよ。なんだけどなんか10年間食べてたら食べれるようになったって不思議なねあの食べれないものがあるって言ったらもうね本当に納得いかなくて、食べ続けてたら食べれるようになりました。そう、好き嫌いはあんまりない方がいいかなっていうのはありますね。はい、あとは、あ温泉行きたいですね。フランクさん、はい、ハンパナイさん、最近スリランカカレーにハマってる。スリランカカレー、インドカレーとちょっとどう違うんですかね。スリランカカレーとインドカレーの違い分かります？どうなんですかね。はい、これなんだ、うまいですよマジでと、なうまいっす。ベトナム料理が一番美味しいですね。ベトナム料理でも美味しいよね、確かにね。自分ベトナムも行ったんですよ一回。カンボジアに、いやあれあの時何だったかな、あベトナムに入ったんですね、片道切符で。でカンボジアにまたベトナム、カンボジア入ってでタイに行ったっていうのやったことです。あのプノンペンですけどね、すごかったですよ当時のプノンペン、十何年前の。すごいとこだなと思いました。全然何にも発達してない。いやあれはね、だからそういうスリリングな旅ってね、また行ってみたいよね。インドがそういう感じでしたけどね、インド旅。インド旅も良かったよね。だから今ほら海外も慣れてくると、その全部分かっちゃってるじゃないですか、どこ行ってもね。でもそれがやっぱりインドとか東南アジアの某場所はね、まだねこうスリリングなとこいっぱいあるんですよ。でそのなんかこう緊張感とか、それが初めて行ったなんていうの旅を思い出させれるというか、それがやっぱね旅はね、そこがいいんですよね。だからもう日本語が通じるようなとこじゃないとこが、私はぜひ行ってほしいと思います。もうおすすめ教えますから、ぜひ。はい、
ひまちゃんさん、いろいろな珍しい T シャツを着ていますが、はい、私どこで買ってるんでしょうか。これですか。T シャツを珍しいの着てますねと。これどこだったかな、忘れちゃったな。これ沖縄とかで買ったのかな、覚えてないですね。あの T シャツは必ず買うんですよ、どっか行ったら。はい、なんでかっていうと売ってないんですよ。で売ってないっていうかね、あの例えば渋谷とかいろんなとことかね、新宿とかで、ね、買いに行かないんで、なのであの必ず地方行ったり海外行ったりするともういろいろ見てあの買います。はい、でネットだとまだサイズわかんないしね。そうな感じでございます。はい、まああんまりでも物はあんまり僕お金かけないタイプですね。車だけかな。今日もあのジャージですから、ジャージですから。もうなんかね、物はねあんまり好きじゃないかもしれない。うん、どっちかというとあのまあ美味しいもの食べたりとかね、高い安い関係なしの美味しいもの食べたりとか、まず風景だったり思い出、思い出、まあそれが一番いいんじゃないですかね。うん、そこがやっぱ一番心に残るもんだと思いますよ。物ってね絶対に満たされないですもん。うん、キリがないんじゃないの、満たさない。なぜかというと物っていうのは人間が作ったね、そのちょっとこうまあ死ぬまでに退屈しないように作った人間のなんかこうおもちゃみたいなもんだと思ってるんで、やっぱり自然にはかなわないですよね。みんな最後自然に行きますもんね、人間はね。あ、いろいろすいません、いろいろ質問、ちょっと老眼風になっちゃうかもしれない、ごめんね、すいません。ライガーってグラバカに練習来たことありますか。いや、ライガーってあの本物じゃない、ライガーさんですよね。ないです、ライガーさんはないですよ。はい、なんか一回ね、なんか習いたいみたいななんか雑誌で言ってもらったことはあるんですけど、僕は面識はないですね。あ、お会いしたいですけどね、一回ね。はい、あとは、私も物欲はなくなりました。やっぱり物欲って最終的にはなんかあんまりなんかね、 いらないかなと思いますよね。それよりももっと大事な、なんていうのかな、こう自然なとこで、島でアジアでね、チャーハン食べてね、こうやって一杯飲んでるとか風景見ながら、こういうのはね最高なんですよ。そっちに行きたいですね。もう一番の贅沢かもしれない。だって皆さんの一番の贅沢なんでしょうか。うん、僕はもう本当に時間だと思いますね。時間だと思う。時間を使って楽しい自由なことをやりたいですね。それが、仕事だったら仕事でもいいと思うし、遊びなら遊びでもいいですし、だからその仕事をやるから大事とかじゃなくて、男は仕事だとかいう人もいるけど、まあどっちかというと、まあ、何でもいいんだけど経験だと思いますね。もうめちゃくちゃ楽しい経験して死ぬとなんかこういいのかなって思いますね。どうでしょうか、そんな大人で。すいませんね、あとなんだろうな、マナブさん、九州から東京までのルートを、振り返って通り帰ってきました。あ、いやいや、どのルートで来ましたかってことですよね。はい、ですね、あの東京から愛知県の方に行って九州入って、全部フェリーなんですよあそこね。やっぱり、真ん中行っちゃうのかな、結局な、真ん中行かないようにとにかく愛知、あそこ和歌山の方のあれ、あ、そう、なんていうの、和歌山の方のあの地区はあれ、なんかいろんな言い方あるらしいんですけど、でそっから九州入って、でそっから、日本海側、今度山口から鳥取島根、ね、抜けていったんで、で最後、まあ今週出しますけど、福井の方行ってるんですね、日本海側ですね、って言って最後富山で帰ってきたんで、まあ、もうほんときれいにぐるっと回って全部知らないとこ行きました。もう車だからもう全部この景色の違い見て、微妙に違う、あの日本の田舎の景色、いや良かったですよすごく。でもこれ絶対もう一回あの東北やりますから、はい、お願いします、見てくださいね。
で、今更ながらプライド20見てます砂川さん、ありがとうございます。プライド20ってのはアレクセンの話ですかね。ねえ、本当にもうあれから、あれ20年じゃない、もう2002年でしょ、プライド20ですよね。きゃー、20年ってすごくないですか。だってあの、例えば僕ね、90年代の20年前、90年代がね、青春の時代の20年前って70年代じゃないですか。70年代って白黒しか思い出さなかったですもん、子供の頃のイメージ。だから今の20年前ってなんかあんまり景色全く変わってないなと思うんですけどね。え、だからあの昭和の70年代ってなんかちょっと別の感じしますよね。だからあれがやっぱこう戦後のなんかこう経済成長期というか、そういう感じなんでしょうね。うん、ちょっと話変わってすいませんね。だからね、いつもね、あの昭和の選曲70年代で、80年代も懐かしいけど、90年代からあんまりなんか全然景色変わってない気がするんですよ、僕はね。気のせい？いや、マスター同じ年だから。え？変わってるね、なんか見たいですよ。で、ビリーもバリバリ頑張ってます。あ、ケンジローさんありがとうございます。ケンジローさんありがとうございます。ケンジローさんはね、ピアノを弾き語りするね、もうビリージョエルのもう専門っていうか、まあ、いろんな独学でやられてる方なんですけど、いやービリージョエル本当は3月に僕アメリカに行く予定だったんですよ。もう行けなかったんですよ、残念です。もう本当残念です。まあ、その代わり、先週の前かな、あのギルバート・オサリバンさんのライブは行かせていただきましたけど、はい、もうライブ行きたいですね。もうやっぱり音楽と音楽自由ロックみたいな感じで生きてきたんで、ずっと今もそういう感じなんで、もう音楽なかったらどうなってたかもわからないですね。もうどうなってたんだろうね。あの生きる生き方の見本がもうちょっとずれちゃってたかもしれないです、音楽なかったら。なのでね、本当の音楽にはね、すっごく感謝してますね。もうなんていうの、生き方も好きだし、もうもちろん曲も好きだし、あとその人生のその振り幅もいいじゃないですか。もうめちゃくちゃあの苦しんで、もういろんな喜びも得て裏切られてとか、その感じがすごいなんか人生をなんかなんていうのかな、こう醍醐味だなと思うんで、それはね、なんかまあそういう意味で楽しみましたね。まあこの動画でも言ってると思うんですけど、僕はね一回も就職したことないんですよ。なので一回も就職したことないこの人間の生きてきた感じが、やっぱりあのいろんなことがねありました、それは。はい、でも本当に全部面白かったなっていう、もうあんなの絶対どっかで働いてたらもう見れないものいっぱい見てますからね。はい、それこそ初期のねプライドだってそうですよ。あのいきなりプライド始まるってね、あのプライド2から出てますけど、もうすごかったですもん。もうやってる人たちもすごかったし、なんか普通じゃないなっていうで感じでした、いろいろ。まあそれはまあいいや、それちょっと話ね長くなっちゃうんですけど、ですね、すいません、老眼であれなんですけどね、珍しい、ちょっとどうすればいいんだろう。タイの、政権政治も不安定。タイは軍事政権ですからね、なかなか厳しいんですよね。うん、タイは軍事政権で結構圧力バーンとやって、でもね、どうなんですか、これ日本もちょっとどうしたらいいですかね。え、なんかこう本当にこう力強いね、格闘技じゃないんだけど、こうなんかね出てきてくれればいいんですけど、なかなかね、うん、最近ちょっといろいろなんか知るようになって、政治も本当難しいんだなっていうふうに思いますね。須藤君ね、後輩で今頑張ってるんで、なんとかね頑張っていただきたいなと思うんですけどね。須藤元気くんですよ。はい、あとですね、すいませんね、エンジニアがセールやってます。エアアジアがセールやっている、半端ないさん半端ない。エアアジアセール、あれエアアジアって今タイ飛んでますかね、飛んでるの、
タイ、どうなんだろう今アジアは飛んでるかな。そっか、行きたいね。でもね、はい、ちょっとねこれ本当にちょっと待って、全く先に進んでないなこれね。あ、そっか、俺、ま、元戻っちゃったよ、俺。トムヤンくん。山口さん、トムヤンくん。昔、酸っぱくて食べれなかった。最近は日本人向けの味。いや、あれ違うんですよ。あのね、それも、タイで食べた、どこで食べたかわからないけど、美味しいトムヤンくんと美味しくないトムヤンくんがあるから、まあ、そういうのもあると思いますよ、僕。僕もタイ行った時、うわ、なんだこれと思って食べれなくて、一時、タイに行った時に、そのいろんな美味しいトムヤンくん食べ歩いたら全然美味しかったって。多分日本でもそうですよね。日本料理行くぞっつって変なの食べて、これが日本料理かと思われちゃうとこもあると思うんで、結構ねいろいろ食べないと分かんないかもしれないですね、そこはね。そう、それもあるかもしれないですよ。哲学的な話ですね。あ、哲学的な話、ちょっとごめんなさい、今更飛んでるか。どこの車と服のことでマッハさんとの、論争が面白かったです。トシダさんありがとうございます。マッハさんは、桜井マッハさんはすごくかっこいいんですよ。いろいろこき飾ってですね、軽量の時も裸でこの辺に金のブレスレットとかなんかして、こんなでかいビトンのスーツケースこうバーってってね、そういうタイプの。自分はなんかもう白いビニール袋でこうやって計量してるタイプで、まあだからね、そういうとこはね不思議なんだけど、なんかカッコつけないんだよね。何なんですかね、もう人が見てるのにね。そこがちょっと私のやっぱりこうエンターテイメント性に欠けた部分だったと、まあ反省はしてます。はい、そうです。はい、でですね、いろいろすいません、木曽さん、カーフキックについてどう思いますか。リスクあるキック、カウキックでも、カウキックってあの、このあれですよ、ふくらはぎにローキックっていうかね、打つやつですけど、すいません、いろいろ質問がね、ちょっと今ごちゃごちゃ。まあ別にリスクはない、だって掴みづらいですもんね、低すぎるから。そう、そんなにはないと思いますけど、うん。じゃあバンバンこなしていきましょう。はい。80年代から90年代、日本が、最強時代だったコーラさん。80年代から90年代。でも90年代はもう結構下降気味になってたみたいな感じによく言われてますけど、どうなんでしょうね。本当に気づけば、すごく物価が値段変わんないっていうのは、本当にずっと思ってましたよね。確かに。僕だって20歳の時に格闘技っていうかプロレスを挫折した時に、バイト行ったんですね。もう、30年前ですよ。その時のアルバイト代1200円でしたもん、深夜。そんな変わんないですよね、今もね。だからね、なんだろうな、日本人って僕ね、真面目なんじゃないかなと思うんですよ。だからそれ、安いものを作っちゃうと、それに順応しちゃってですね、それで、ちゃんと生活をちゃんとしちゃうみたいな。で、給料も上がんない。で、そんな中で、外国からいっぱい買われちゃうみたいな、そういうなんかね、ことになっちゃったのかな。で、特にまああんまり会社名あげるとね、良くないかもしれないけど、安くていいもの作るもね、人たちがバーッと増えていく、大手ですよ、上場会社みたいな、バーッバーッバーッ。で、なんかみんなほら、牛丼も安いだ、なんだ、マックも安いだみたいなね、こう、わーってこう慣れちゃって、まあディスカウントショップもありますよね。で、あれがね、安いもん買うのはいいんだけど、なんかあんまり実は意味があったのかどうかよくわからないなっていうのもあるんですよね。で、要は商店が潰れちゃうじゃないですか。商店が潰れちゃって、まあ株価が、その社長さんとかはいいですよ。いいんだけど、そこの周りで結構潰れちゃったりで、なんかいろんなことを考えると、なんかね、すごい複雑なんですよね。なんかいいものが、日本のいいものがなんかなくなっちゃったなっていうか、いろいろ。そう、それありますね。だから、ものづくりはすごい素晴らしいから、いろいろ、ぐわーっとね、戦後上がってきましたけど、今、なんだろうな、こう、真面目にやってるから、なんかこう、
経済良くなるわけじゃないっていうふうに思うんで、むしろ商売だけ考えたら、それはもうこれねえ、このなんかちょっとした悪さじゃないんで、悪さっちゃいけないね、あのそういうのもね、あのないといけないのかなと思うんで、なんかねやっぱ日本人ってやっぱ真面目なんのかなっていうのはね、すごくね、全くなんか政治を考えたことなかったんですけど、だからそういうふうに思うようになりましたね、なんかいろいろね。まあでもこのねいい、まあね、文化もまあこれはこれでね、我々だけでやってればいいんだけどね、なかなかね、まあ海外からも入ってきちゃうしね、少子化もあるし、まあ、ちょっと待って、この話したらちょっとだいぶ減っちゃったから、すいません、すいません、あ、減ってない減ってない、大丈夫大丈夫、はいはい。で、あとは何ですか、プライドといえば高田さんやっぱり、なちょっと弱かったですか。いやいやいや、そんなことないですよ。高田さんとかは強いって言ってますけど、本物の菊田さんだってどうですか。あの時代に、あの時代って言ってもあれですけど、やっぱりそのね、格闘技もそう、ボクシングもそう、全部そうなんですけど、強いだけではやっぱり上に上がれないです。これはあのレストランも全部そうだと思う、タレントさんも全部そう、強いだけじゃなくてやっぱりこうちゃんと人に伝えれるというか、そういうものがないと難しいと思うんで、あの時点で高田さんはプロレスの最強で出てたのは絶対、僕も絶対そうだと思ってるんで、でそれが高田さんがやってくれたことでやっぱりあれだけ広がったっていうことでと思いますね。そこはね、誰かいますか、だってあの時代でヒクソンに勝てる人います？ヒクソンにねえ、だからやっぱりやった人っていうのはすごいなと思うんです。で逆にやってないのにね、いろいろなんかこうね、前も言いましたけど、コーチとかトレーナーとか出てくる世界っていうのがあんまり僕はね好きじゃないんですよね、そこが。だって柔道なんかあれですよ、柔道なんかもう絶対に発言権ないですからね、実績がないと。そうだからもうやったものが一番、その経験で得てるものがやっぱ一番指導者としてもいいかなとは思うんですけどね。だからほとんど選手の力です。90何パーセント選手、そこにどうやってアシストするかがコーチかなっていう、そういう、ちょっと話ずれたねこれねちょっとすいません、そんな感じで思いますよ、そう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 、はい。パタヤの店で食べたトムヤンくん絶品でした。コーラさん、パタヤでトムヤンくんありました？食べたことないな、パタヤでトムヤンくん。ちょっと食べてみますね、面白いですそれね。キサさんの元気時代めちゃくちゃかっこいい、ありがとうございます。半端ないさん、あまり食べないと思いますが、好きな牛丼チェーンどこですか？それは吉野家でしょうね、多分。で、コーラさん、地方の、個人のお店はほとんど潰れてますからね。そうですね。出張で各地に行くたびに日本の出食症を感じます。そうですね。給料上がらないのに、消費税と税金は上がるので、本当きついですね、山口さん。あ、そうですよね。本当に。これはね、なんとかしないとね。だから僕、シンガポールは初めて行った海外だから大好きなんですけど、あんなにマレーシアから独立して全然何もない、水も取れない、野菜もない、あの国があれだけね豊かになってるっていうのが、昔から僕ね30年前から言ってるんですよ、シンガポールはもうすごくなんかなぁと思います。ただ人生ってあれですよね、そのどん底に落ちてる状態だからやっぱ上がっていくっていうのがあったんで、日本がやっぱりこうすごく中途半端に良かったんでしょうね、やっぱりね。だから本当に落ちた、じゃあ今が落ちたと言われてる今だったら、今だからこそ何か上がれるチャンスがあるのかなとも僕は思いますけどね。そう思いませんか？はい。そう、はい。シンガポールの、独裁国家って意外です。そうなの、シンガポールは独裁国家ですよ。まあ厳しいですよ。だけどね、それは昔のシンガポール作ったの首相がね、すごく
なんていうのかな、イギリスを頼りに、イギリスはかっこいいなと、イギリスを頼りにしたんだけども実際自分たちに力をつけなきゃいけないじゃないかと、でまあ頑張った結果ああいうふうになった。しかしですね、そういう思いがあるからこそ軍隊があったりとか、なかなかねすごいね、すごい国なんですよね。そう、軍隊ちゃんとありますからね。だからこの軍隊っていうのはね、なかなかね、まあその戦争、ちょっと危ない話になってきたけども、危ないっていうかちょっと私の番組じゃないあれになってきたけど、やっぱり自分はその鍛えて、鍛えて喧嘩はしないっていう風な感じでやっぱり来たんで、ある程度やっぱ力つけて何もしないっていうしかできないのかもしれないですね。やっぱりなかなか話し合わない人っていうのはやっぱりいますからね、いろいろね。まあ皆さんも会社でねあると思うんですけども、まあ、それはもう自分が力つけてないともうどうしようもないですもんね、そこはね。そう、そんなのがありますね。はい、私の好物は金目鯛の塩焼きです。あ、私も好きですよ。ただキンキの方が美味しくない？キンキキンキ美味しいですよね。金目鯛もいいけどね、キンキも美味しいと思いますね。はい、車での旅、ガソリン代は気になりましたか、マナブさん。ですね、ガソリン代が5、6万だったと思うんですけども、廃屋なんですよ一応あれ、ちっちゃい車なのに。まあそうですね、気になったというか、まあもう早いなって、ちょっと走るともすぐで、はあ、ちょっとね、もう早いなと思いました、確かに。はい、あとは今年は何かやりたいことあるんですか、松岡さん。いやー、それはもうだからとにかく一番やりたいのは、そうですね、どっかで試合をしたいです。急に話変わりますけど、試合はすると思いますね。で、あとは、そうですね、まあそれを並行しながら、でそれだけ待っててもしょうがないんで、まあいろんなところの、旅もちゃんと欠かさず。でもこのスタイルっていうのは試合がなくなったから旅してるわけではなくて、ずっと今まで二十歳の頃からずっと旅してたんですよ。それと試合のサイクルずっと続けてきたんで、まあこれはもうずっとこのスタイルなんでしょうね。そう思いますね。あとね、まあできたら今年じゃなくてもいいけど、まあ結婚してもいいかもしれないですね。そろそろね。まあ難しいですけどね、結婚もね。まあ縁ですから、ただワークでするからいいってもんじゃないしね。でさっきもね、ちょっとマスターと喋ってたんですけど、結婚してないとね、なんか危ない人みたいなね、なんか思われたりっていうのが、それはね、ちょっとおかしいのよ。やっぱちょっと。それは言わせてもらいますけど、3分の1、今別れちゃうらしいじゃないですか、結婚しても。で、3分の1別れる。で、3分の1だけど、3分の2ぐらいは、あんまり円満じゃないじゃないかな、という感じもあるんですよ。次もう一回その人と結婚したいかって言われたら、いやどうなんだろう、そう考えたら 10% ぐらいなのかなっていう感じもあってですね、本当に素敵な結婚だから、そう考えたらね、 なんかまあ普通なのかな。でここでまた誰かと出会うかもしれないですしね、そういうふうにも思いますね。はい、ラップラーの青木さんについてどう思いますか。はい、グラップラー、グラップラーの青木さんについてどう思いますか。いやいや、いい選手ですよ、もちろん。すごいいい選手だと思いますよ。この間ね、負けちゃいましたけど、そうですね、青木真也選手ですよね。どう思いますか。そうですね、どう思いますか。その寝技とかいろんなあれですかね。まあ、ロックンロール、なんつったらいいんだろうな、すごくプロレスもね、彼好きだし、いろんなやってますけども、ね、プロレスも出てるし、すごくこう、盛り上げていろいろやってるんですけど、なんだろうね、もう一個何か欲しいかなっていう感じはしますけどね。ただ、この間の試合に関しては僕ね、喋りましたけど、動画で、
ワンの階級ちょっと合ってないかもしれないですね。もしかしたら一番結構一番合ってないところで出るかもしれないかなと思う。すごい強いんでね、なんかもったいないなと思う。まあもったいないって言い方は俺あんましたくないんですね。うん、まあまあでもそれもどこを自分が選ぶかも縁なんですよね。ヒクソンだってプライド選んでルールを全部いろいろ決めてやって、それでああいう風に勝って名前広めた。違う団体だったらまたね、ちょっとねまたそれは違うかもしれないんですよね。だそれはもうそこのもう自分のセンスっていうかなってきちゃうんで、まあ、言い訳はできないんですけどね、そこはね。はい、大丈夫かな、こんなこと喋ってて今。ですね、江頭2050分の真似して勤む、なんでですかそれ。江頭さん俺あんま知らないですよ。こ長いのは、健次郎さん、私、大変恐縮です。ファンの皆様はオネスティーな木澤さんをオネスティーに受け入れてくださるはずですと。木澤さんかなり哲学をどんどん発信してください。また私ごときですが、恐縮ですが正直な発信が私は、あら、ありがとうございます健次郎さん。すごいなんか今心に響きましたね。あ、そうですか。まあそうですね、ちょっとまあちゃんとパシャッとね喋るっていう、確かに確かに。これね、僕ね、昔は結構ちゃんと喋ってたんですよ、バーンと。やっぱ神プロがダメだならね、神プロですごい叩かれてからなんかあんまりね喋りづらくなっちゃったなっていうのはちょっとありましたね。うん、神プロっていう雑誌があるんです、あったんですね前ね。それでちょっと叩かれてからね、なんかねあんまり、まあまあでもそっか、人の非難とかはねあんまりする必要はないけども、バシャッと、うん、自分のこう誠意を持って伝えるのが一番いいですよね。それなんでかっていうと、いつも思うんですけど、ロックンローラーってみんなバーって心に響くな、なんかすごいな、かっこいいなとかあるじゃないですか。あれってなんかめちゃくちゃなこと言ってるわけじゃなくて、単純に図星言ってるんですよね。でそれをみんなができないから、あ、この言葉響く、でも自分はできないっていう、それがやっぱりなんていうのか、ロックンローラー憧れに、つながるわけで、やっぱロックンローラーってやっぱりね、もう本当正当まともなこと言ってるのはロックンローラーと思うんで、まあそういうのって大事ですよね。もう人に何言われてもね、パコンと、もうまともなねことを言う、だなんかもう真似したくてもできない、でも正当だ。これがねなんかロックンローラーだなと思うんですよね。なんかめちゃくちゃなことやってるわけじゃないですね。もう自由に本当に、うん、ね、自分のやりたいことをやるっていうね。そう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 。でマッハさん、青木さんは嫌がり、痛がりなんですね。はい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 。小川直也さんと橋本さんの対戦はすごかったですね。最後アイスティーを、うん、ロシア人は結婚しない人は人格的欠陥があると思われてるそうです。反り返りフラグ。いやだからその大体僕思うのが、さっきのロックンロールの話になっちゃいますけど、私は音楽好きだから、やっぱりね、その常識っていうのは8割9割の、挑戦しない、失敗もしたこともない人がやっぱり飾るもんだと思うんで、あんまり聞いてもね、そこはしょうがないなと思うんですよ僕はね。うん、そう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 、まあまあ本当そう思いますよ。常識ってやっぱなんか普通の8割の人が考えることじゃないかな。だからその2割にすごく意味があるんじゃないかなって思いますね。だから自分の本当に自分の好きなように生きるっていうのが大事なのかなと思います。はい、スーパータイガージムの、はい、スーパータイガージム時代の、うん、思い出話ですか。ベトナムさん、スーパータイガージムは小6の時に入りましたけども、その時に
思い出ですか。佐山さんあの時26とか7だったんですよね。金どこかなんかでタイガージムやるっていうのが出て、それで僕親に言ってあの入りたいってすぐ入ったんですよ。そうで入ったんです。山崎さん、山崎和夫さんがいて、佐山さんがいて、思い出はだからその時ですね、まあ、リッキー富士さんとか、まあ、みんなねあのプロレスラーの格闘家の平直之さんとかいろんな人いて、すごいなんか楽しかったですね。まあ、そういう思い出しかないです。練習は結構当たり前のことしかやってなかったんで、よくあの今佐山さんなんかこうバーンっていう動画出るじゃないですか、なんか結構怖い、それをよく聞かれるんですけど、全然そういうのの前の時代ですね。私はもう全然あの普通に、僕佐山さんに声かけられたのは、僕はベンチプレスね小6の終わりぐらいだったんですけど、いきなり80キロ上げたんですよ僕ガーッと。でそれを見て、いや君本当に23歳じゃなくて本当に13歳みたいなね、そういうのはちょっと言われてましたね。あの老けてたんですよ僕すごく。もうねびっくりしました佐山さんも。もうそうです、そんな時代でしたね。あとはロックンローラー、あ、いいですね、ケンジチロさん、おっしゃる通りロックンローラーいいですね、本当にロックンローラー最高です。はい、 MOK さんとかな、あんまり先考えすぎると結婚できなくなります。三様のジムに行ったぐらいの勢いが必要かもしれない。いいこと言いますね。三様のジムにね、あの24の時ね、オーストラリアに急に渡ったんですよ。地図持って、世界地図みたいなの持って、考えないですよね、インターネットないから、世界地図みたいなの持って、じゃあこう行ってこう行って、ただね考えすぎないよ。まあそれも当たってるのは当たってる、当たってるけども、まあそうだね、まあ確かにやってみなきゃ分かんないからね、確かにそうですよね。まあ格闘技だって分かんなかったですからね、まさかこんなね40いくつまで試合やってね、まだ試合しようとしてるとはもう全く想像つかなくて、もともとプロレスをやりたかったんですよ。で30で引退しようと思ってたの僕は。30で引退して小料理屋をやろうと思ってたから、全然違う人生になってるんですね本当に。なんですかねこれね、全く自分の思ってた人生と全く違う。大学も辞めちゃってね、格闘技の方に来ちゃったんで、なんかなんだろう、もう思った通りに全部いってないじゃない本当。ただロックンロール音楽のおかげで楽しかった本当に。だ僕はタイもね若い頃に挫折したからタイに行きましたよね。それでタイの文化好きになって、まあ最終的にはもうあそこでチャーハンでも食べながらねあの素朴に暮らすのもいいなと思ってるんで、そのタイっていうのと音楽を知れたことで、もうこれでもう本当に人生は成功と言えるかなと思いますね。はい、まあずっとね逆に12歳13歳から、ずっと体育会系だったんですね。もう中学も練習5時間も6時間もねやって、休みもなくで高校もやって、で大学で合宿場ね、でプロレスでこうバーッと来たんで、ずっと大会系なんで、もうねその反動でも音楽っていうのがもうとにかく自由が好きになっちゃったっていうのが強いですね。はい、今更になってなんか音楽の意味をなんか分かるのはやっぱ強いです。まあ本当に影響受けてんだなと思いますね。何せあの初めて聞いた洋楽はもうクイーンのボヘミアン・ラプソディを11歳の時に聞きましたからね。あれからもうちょっと変わったかもしれないですね。もうちょっとその感覚のままね、子供の頃が行けたらよかったんだけど、子供の頃は自分がはみ出していいのかな、いやダメだろ、はみ出したらダメだろみたいなのがやっぱりねすごくねありましたよ。やっぱりみんなだって塾行ってで学校行ってたらもう当たり前の時代だったんですから、就職してみたいな。で僕のね親も先生やってたから、はみ出して、まあ、はみ出すんだけど、はみ出して申し訳ないなみたいな気持ちは強かったです。そういう意味では、あの河本ヒロさんなんかは言ってたのが、中学校の時にね、あのツバメのジョナサンっていう本を見て、ジョナサンが自由に生きるその
小説なんですよ。それを見て、あ、俺はもうこのこういう風に生きようって14歳で決めたみたいな。それすごいなと。14歳でもう全部無視してもう好きなように生きようって思うってなかなかないですよね。でもそれってもしかしたらねえ、ダメになっちゃう可能性もある。自分の思ってるのと違ってダメになっちゃう可能性もあるけども、でもそこの何て言うのかな、諦めっていうのも大事だと思うんですよね。そう、諦め、もうこうなってもしょうがない、でもやりたいんだと、やると。でも今思うのは、年取って思うのは、そのダメになってからがまた絶対面白いことがあるんだなみたいな、そういうのが人生っていうのはすごい面白いなと思いますね。なんだいたいあの落ちた時じゃないと絶対上がってないですもんね。僕の人生振り返ってももう全て落ちた時ですよね。何かが良くなる時っていうのはね。ということで、金床出てましたね。はい、金床ですね。なんだかんだ一人が居心地がいいんでしょ。違います、違います。一人が居心地いいんじゃないんです。あのね、一人よりも二人がいいなと思う人といたい、二人よりも一人がいいやと思ったらその人は違うっていうことで、どうでしょうか。で、自分はやっぱり家族が一番ね、最終的には家族が一番すごいものだと思ってるんですよ。家族いないのにお前何言ってんだっていうね、声が今結構聞こえてきてると思いますけども、家族が一番すごいもんだと僕はね本当思ってる。なんでこんなこと言えるかというと、そりゃだって、ずっとね一人でいて喜びも半分、悲しみは倍ね、っていう生活してればね、最終的に、ああ、共有とかできるとか、共感とか共有っていうのはすごく大事なんだなっていう。あの、イントゥーザワイルドっていう映画知ってますか？イントゥーザワイルド。これぜひ、見てください。これね、主人公の子が、一人で旅出るんですけど、共有とか大事だっていうのが分かった時にはもう死んじゃうみたいな、実話の話なんですけど、その、なんていうのかな、共有ってやっぱ大事だと思ってるんで、家族がね一番大事だったね、本当思いますね。でも実は家族が大事だって分かってる人もいるし、家族がいるんだけどそこの近すぎて家族が大事だと思ってない人もいるし、まあ、また20代から結婚してるからその家族が大変なとかいろんなのがあるんでね、家族っていうのが好きなことできなかったから、じゃあ今別れて一人になりたいっていう人もいると思うんだけど、自分の場合もうずっと一人なんで、まあ、家族が一番重要だっていうのはね思いますね。はい、ベトナムさん、セタじゃなくて三軒茶屋の頃です。これなんベトナムさん、そのタイガージムの話ですよね。それはニコタマの初期から言います。僕は会員番号で言ったらタイガージムは11番とかもうすごい早いです。で、サンちゃんも行ってます。はい。宮戸さんとその時、初期から知り合いになって、一緒に、はい、やってます、やってます。パンパナイさん、女性に求める第一条件は何ですか？女性に求める第一条件は何ですかって今、質問が来ました。女性に求める第一条件は、これちょっと、あれだな。ですね、これ皆さんでも聞きたいね、この話をね。軽くでいきましょう。結局今この年になって思ったのが、よくタイプって変わるっていうじゃないですか。タイプ変わるっていうか、若い頃タイプ絶対分かんないですね。そうだから、この年になって今タイプを上げるとするならば、やっぱり謙虚な人がいいかなって思いますね。謙虚、あとは優しい人っていうのは意外とあんまりいないのかなっていう感じもあって、謙虚優しい、あとネガティブよりやっぱ明るい人はもちろんいいと思うし、謙虚、明るい、あとなんだ、謙虚、明るい、ポジティブも一緒か、そうか、そんなとこかな、それぐらいだと思いますよ今は。優しい人もね、そんなにと思いますしね。あとは度量が大きくないと難しいですよね。じゃあ僕がどっか行くとか、ピアノ弾いてるっていうのはちょっとやめてくれるかなって、音うるさいからとか、まあ、ちょっとしたことで文句ね言われると成り立たないと思うんですよ。やっぱり
趣味が合うとか合わないっていうのはどっちでもいいと思うんだけど、まあ、認めるってことが大事かなとは思いますが、どうでしょうか皆さん。ベテランの先輩方たちどうでしょうか。13歳で80キロ、はい、これベンチプレス、ね、ベンチプレス80キロ、はい、上げられたんですが、すごいですね。そうなんですよ、驚異的な今日ベンチのね、そうそう、すごいですね。そうですね。で中3の時に135キロ上げてました、マックス、ね、で17歳で、155キロ上げて上げましたね。なので強かったと思います、力はかなりかなり強かったと思います、はい。だからそんな力強いのに、なんだろうな、うん、プロレス行った時になんか自信がなかったりとか、今思うとあんだけ子供の頃にタイガージム行ってて柔道もやってて、こんだけ力あって関東大会も全部優勝しててね、中学校個人戦で高校国体も出て、そんなんでなんでそんな自信なかったのかなっていう、これがねやっぱ考えすぎる少年だったのかもしれないですね。でもそこでまあ挫折したおかげでこういう世界見れたり、海外に行くきっかけになったり、まあ音楽をまだ聴くきっかけになったりとかだったんで、まあこれで良かったんだと思いますけどね。なんかいろんな、なんか質問が、そうですよ、はい、8割2割の話、八割の話、山岡さん、はい、しゃべっちゃって、企業独立する人の割合に似てません。え？生田さんも残り2割に入る、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。8割2割の話。八割二割の話。企業独立する人の割合に似てません。生、はい、田さんも残り2割に入る、自分も独立しましたが、8割の方には入る、八割の方には分からないと思います。何の話だろう。八割二割の話じゃないですか。八割二割の話ですね。8割2割の話、企業独立する人の、割に似てるんだ、僕は残りの2割に入ります、自分も独立しましたが、8割の方には分からないと思います。あ、そうですね、まあ独立する人は少ないですからね。これはね、なんか子供の頃にほら独立したらとか、なんかそんなことやって食べていけるのとか、失敗したらどうするのかってちょっと言い過ぎなんですよね。実はね、あれは大人になってからみんな悩んでるのはサラリーマンの方なんじゃないかなって僕は思うんですよね。あんまり自営業の人でこんなんかすごい大変、まあ大変なんだけど、みんなもうどうしよう、この人生どうしたらいいんだみたいな人ってそんなに僕は知り合いでは実はいないんですよ。みんなそれなりになんかこうちゃんとペースを持ってるというか、だからサラリーマンの人の方がなんか思いますね、そこは ね、 そうですね。同じ方の質問で、はい、ロックとかクイーンとか、うん、パンクラス、アブダビーとかやってたのに本当に意外だと。ああ、なるほど。ルクチとか職人気質、トットを踏まず人付き合い嫌いって思ってたけど、そうじゃないんですね。そうですね、山岡さんですね。要するに、ね、その僕自身がなんかもっと硬派というかね、真面目な感じじゃないかと思う、人と喋らないとか人嫌いとか、でももともとそうだったと思うんですけど、もともとあんまりそんなに得意じゃなかったんですよね。でもそれが得意じゃないからこそ格闘技やったりとか海外行ったりとか、そういうので変わっちゃう、それありません？だってその人間って意外とね、お笑い芸人の人が人見知りが多いとか、だからね、苦手な方をあえて進んじゃう、なんかそういうなんかあると思うんですよね。だから恋愛もそうだと思うんですけど、その魅力的だなと思うっていうのは自分と違う人を好きになっちゃったりするんですよ、全く自分と違うから。でも本当にその内底の性格も違くて、なんか大変なことになるみたいな、実はそこの修行が大事みたいなね、そういうのはなんかあるのかなと思いますが、どうでしょうか先輩たちは。どうでしょうかこれね、すごいですね。そういうふうに思うんですよ。女性の、女子不安定なのは大丈夫ですか？それは大丈夫ですよ。それは大丈夫です、別に。それは大丈夫ですよ、別に。はい、それはもう人間なんで、格闘家の情緒不安定は半端じゃないですからね、もう。格闘家の情緒不安定の方がもう嫌ですよ、もう。あのね、自分は、一応格闘技のいろんな猛者ね、いろんなわけ、もうそれこそロックンローラーよりもある意味はもう自由すぎるようなメンバーを、やっぱり自分が、トップでなんかやってきたっていうのは結構ね、それはそれでね、大変なストレスでもありましたよ、それは。
なのでまあそれは女性のそのぐらいはまあ問題ないです。格闘家の情緒不安定な人と一緒になったら分かると思いますけどね。まあもう大変、もうそれはもういいですわ。もう私もだから今選手を育ててないのもそれでもあるかもしれないですね。昔みんなでバーッと出ていろんなとこ行ってプライドあったりね、もうその選手育てるったってもうそこのいた仲間がみんないろんなとこ出てましたから、 USC だなんだね、ラスベガスだって、もう十分もういろんなもん見て楽しんだし、だからどっちかというと選手を育てる人とかってもともとチャンピオンだった人よりもそういうのチャンピオンとか試合とかがやっぱりやれなかった人が自分の夢を代わりにってやってる人がやっぱ多いと僕は思うんですよね。だからどうしてもそうなると思いますね。なんだけどその通ってきた道はなんかあんまりもうそれは興味がそこまでいかなくて、もうちょっと違うロックンローラーとしてバーンと、まあ、もっと自分がもうちょっとこう楽しめるというか、もっと経験もっとバーッと行きたいなっていう、そういうのはありますね。すいません、なんかちょっと話の意味がよくわからないかもしれないですけど、あと学さん、たくさんの国に行かれた菊田さん、一番、夜空が綺麗だったのはどこでしょうか。いい質問です。僕夜空が一番綺麗だったのはオーストラリアです。はい、メルボルンの世界一小さいペンギンがいるフィリップアイランドってとこなんですね。メルボルンの市街から、2、3時間車出したとこなんですけど、そこの星空景色はもうすごいですね。すごかったです。はい、パラオもまあすごかったような気しますけど、まあたまたまかわかんないけど、その時のオーストラリアの星空はやっぱすごい良かったですね。でああいうのを見て死ぬのか見ないで死ぬのかってやっぱり最終的にね全然違いますよね。なんか最後に自分はなんかこうこんだけ仕事頑張ってきたから死ぬんだっていうよりかは何を思い出すかなって考えると、まあ結構いろんなとこ行った経験とか、まあ試合云々というよりかはなんかいろんなこう人間模様とかいろんなことあったなみたいな、でも全部楽しかったなみたいな、そういう感じなんじゃないかなと思ってますね。はい、すいません今日質問が結構いろいろ来てもらって、はい、難しい質問はそんな読まなくても大丈夫です。そうですね、自営業大変だけど慣れてくるとね。はい、ロックボーカリストにクリス、あ、プロレスラーからロックボーカリストになったクリス選手っているんですね、コーラさんね。なるほどなるほど、そっかそっか。いやー、やっぱりみんなね、人間って動物だから自由が好きですよ、みんな本当に。そうですね、自由が好きだって。どうですか、本当にお金あっても、お金あってもっていうか今の僕らのお父さん世代みんなお金持ってるからね、持ってるけど自由に満喫してるかっていうとね、なかなかよくわからない部分もあるし、お金だけあってもあれだしね。まあ、だからそもそもお金を例えに出すのはおかしいんですよね。そう、お金はもう別物ですからね。全然そのお金は別と考えた方がいいです。それはまあ置いといて、まあ自由、とにかく自由に暮らすにはどうしたらいいかって、まあ、このコロナが今回あったんでいろんなこう目覚めた人いっぱいいるんじゃないですか。独立しようと思ってる人もいっぱいいると思うし、いろんなこう意見が割れてね、あれこんなんだったんだとか、みんなコロナの中でそういうのもあると思うんで、そういうのもあると思いますね。いろんな人間模様が見えて、まあもう会社信じられないとかね思う人もいると思うし、まあでももともととにかく自分がないとダメですよね。ロックンロール的にはね。そう、自分はなんかねよくね、そのあ裏切られたからなんとかとか言う人もいるんですけど、あんまりそういうの思わなくて、あこの人こうしちゃったんだ、そうだったんだって言って納得して終わるタイプですね。あんま裏切られたというよりかは、あそうだったんだ、でそうだったんだっていうのがなるまでは信じて付き合いますよ全然。だけどまあ人間だから
あのビリジョルのねストレンジャーっていう歌もあるように、人間なんでどういう一面来るかっていうのはまあわからないですよね。それはもういろんな人いましたからね、僕も過去にね。そう、それをいっぱい見れたからあんまり驚かないですね、そこはね。じゃあちょっと飲ませていただきます。すみません。いやすごいね、もうあれ何時間、1時間喋ってたの。もうすいません、今日早いですね。早い、1時間も喋ってた。今日はなんかだいぶ人数もそんな減らずにありがとうございます。これからねちょっといろんなこういう話いいね。これからね精神論っていうか、こう自由について喋りたいんですよ本当に。ずっと僕も体育会系でね、小さい頃親も厳しくて、ずっとなんか何かね学校行ってても違和感感じたんですよ。ずっとなんか辛いなってなんだろうって、だから時間でここまでいなさいとかそういうのがすごく辛くて、それで柔道もガチガチなんで、大学も決まってるから就職も案内するから全部決まってるんですよ。それがなんかねすごく合わなくて、もともとプロに行きたかったんだけど、そこがまあもうやめようと思ったのの理由だったかもしれないですね。でもそれってはみ出していいのかなっていう、そういう教育じゃないですからね。なんかあなた一人でやったら、失敗しますよみたいな人がいっぱいいるわけですよ。親が悲しむでしょうとか、でそういうことなんで、なんか自信を持ってはみ出せなかったんですけど、でもはみ出してみて結局ね就職もしたことないんですけど、本当に面白いものいっぱい見れたなっていうね、楽しかったですしね、そういうのが、あります。だから自由で今後こう格闘技を始めたんで、こういう自由っていうのを知って、ああ自分ってこれでよかったんだなっていうね、そういう自由をもっと自由について喋りたいですね、今後自由になるために。だってもう人生何十年しかない本当に。20代の時も早かったけど、30代の時も早い、40代も早い、50代も早いで、70でも結局早いんだなっていうのがよく分かりました。80歳の人もあこんな早く死んじゃうんだって思うと思います。で結局みんな何を思うかって言ったら、あもうちょっと楽しいことできたんじゃないかなとか、家族の時間をもっと大切にすればよかった、もう多分これぐらいしかないんじゃないかな、仕事をもっとして稼げばよかったっていう人出てきますかね、これね。それね思わないんですよね。でその時にあの車乗ったぜとか絶対ないと思いますよね。物は多分もう絶対出てこないと思いますね。なのでもう経験がもう全てだと思います。なので皆さん来年全部コロナ終わって海外行きましょう。もうこれこのチャンネルでちょっともうタイのツアー組みますよ本当に、でやりに行きましょうもう本当に。で、何ですか。はい、グラスの、そうになってる。やはりグラス清潔、あグラスが清潔、クレーベル、いろいろな、あ昔ですかもうこれ、あの言葉が。もうあとはすいません、ちょっと待って。改めていろんな意味で、すんばらスイートな、ものすごく楽しい木更さんらしい、ありがとうございます、健二郎さん。現場の体験、経験に基づく上での、感性優位な弾みばかりで驚きました。私は文化系、本当尊敬します。今日は、何だったか、自分自由というテーマ、最高です。楽しかった。また来ます。ありがとうございます、健二さん。長らくありがとうございます。ハルコ・ホーガンさん、お便り時代からロックル。はい、じゃあこれからね、今日はありがとうございました。自由についてね、またちょっと話したいなと思いますので、今日は長くなってすみませんね皆さんね。体育会系をとにかくずっと経験して、まあいろんな嫌なこともあったしね、もちろんいろんな、体罰なんかも当たり前ですしね、もう締め落とされてたってね、あの先生が蹴飛ばしに来るんですから、なんか顔をパンって、そんな時代ですから、うん、そういうのをなんか経て、やっぱりもう暴力ってのはもうね何の意味もないですし、まあそういうそんな話じゃないね、そういう話じゃないんだけど、まあ自由に本当に、自分自身が後悔しないようにやっぱり生きてほしいなと
思いますね。自分の楽しいこと、楽しいスタイルっていうのは一体何なのかと、それをもう一回ちょっと考えてもらって、でそれに急になれなくてもしょうがないんですよ。急にはちょっと難しいと思う、ね、でもそれになるような方向に行くにはどういうこと、活動が必要なのかなって、夢に向かって、自分の理想のですねスタイルになる夢に向かって動いていけば、何か人生も楽しいんじゃないかなと思いますね。僕は一番楽しかったのは25歳ぐらいの時にアルバイトで、まあそうですね、月7万円ぐらいか、7万円ぐらいしか稼げなくて、まあ、ずっとそれ27、8まで年収50万とか60万だったんですけど、その夢を追っかけてる時は本当に楽しかったですね。もう今でも思い出します。もう自分が一番幸せなんじゃないかっていうね、練習行く前にこうバイク乗って終わってアルバイト行って、もうこれ今自分一番めっちゃ楽しいなっていうのをあれだけ感じたのは、もう高校の柔道で活躍してる時でもない、もう大学行ってる時でもない、一番フリーターのどん底の自分だったと思います。でもそれってなんて言うんだろうな、あのどん底なんですけども、そのどん底だからこそ何でもできるっていうしめしめというですね、そういう自分もいるんですよね。もうどん底だからもうこれ以上落ちてもみんなが怒る人もいないし、大学辞めただけでもめちゃくちゃ騒がれて、もう何だわーっても大変だったんだけども、そういうのもないし、もうみんなが諦めた状態、この状態でもう海外行ったり、もう好きなように生きるってもう最高に楽しいことを、得れたのでですね、まあ、そういうそっからなんとなくこう人生がね、こう格闘技でここまで来たんで、まあ、そういうなんかね、まあ、自分の最終的なスタイルをどうしたいかっていうのを考えて、なんか一歩ずつ行ってもらうといいかなと思うんですよね。自分も今思うとすごい信じられない話なんですけど、パンクラスのベルトを、29で取ったんですね。その時に将来何やるかっていうのは全く考えてないんですよね。何も考えてないんですよ。29ですよ。30、31。何にも考えてない。ジムをやろうとも思ってない。どうやってその後何をやろうとしたのか、もう全く今思っても不思議なんですけどね。急にやるとき、31歳ぐらいの時かな。なんかいろんな試合出てお金ができたので、それで、あれ？練習場なんでいつまでも体育館でやってんだと。体育館で4時半に追い出されちゃう。それで、どうしたらいいんだこれ。若手もいっぱいいて、アルバイトね、いろんなアルバイト行ってて。で、道場もなくて。で、今お金がある。でもお金あるったって、これ試合してたら、ね、いつかなくなっちゃうじゃないですか、そんな。じゃあなんか道場でも建てようかなって。でもその時に、やっぱ言われたのが、選手でいいながら、道場をやるっていうのはもうやめた方がいいって、二足のわらじは絶対うまくいかないからやめた方がいいって散々言われたんですけど、僕はもう全然元から道場経営をそこでバシャンとやるつもりもなかったし、まあ遊んでる中でみんなが楽しんでくればいいと思ったレベルだし、まあなんていうのかな、そのまあ選手でも十分暮らせたんで、まあ道場はおまけでやるぐらいの方がいいんじゃないかなと思ったんですよね。それは選手終わってから道場で一生懸命だったら、なんかお客さんもつまんないだろうし、自分も焦っちゃうじゃないですか。だからなんかもう全部余裕の中でやれるのがいいのかなと思って、で行ったらたまたまね道場が空いててですね、そういう感じだったんで、まあそれが急にそういう道場をやろうと思ったきっかけですね。ただその道場っていうのをやりたくてやったわけじゃない。本当はずっと格闘技をやってきた。メイウェザーのように、ずっとビリー・ジョエルのように、ずっとプレイヤーでいたいというのは今でもそうです。だから僕はもう絶対引退はしないです。試合これからもオファー1回2回あると思ってます。なのでオファーを待ちますけども、チャンスはあると思ってるんで必ず試合やると思ってます。なので練習もしてます。で道場に関しては好きなことではないんだけども、
こんなこと言ったらちょっとあれだけど、いや、これ語弊ですよ。あの、今、ね、会員さん見てたらあれですから、好きな範囲のものなんですよね。範囲のものです。好きな範囲。なので、これはすごく、いいことだなと思ってやってますよ。うん。だからやっぱり、旅に行っちゃう時もあるし、でもみんなと喋ってたりとか、こんな自由なね、先生がいて、それはそれで面白いと思うし、僕も牧先生とかすごく梶原力先生の、弟さんです、好きだったんですけど、梶原力先生とかもすごくね自由な人だったんです、すごく。でもそういう本を書くとか哲学もあったり、自由っていうのをやっぱ憧れてたから、そうなんですよ。そういうのを見ただけで、先生がなんか技術を教えるとかそういうことじゃなくて、それは広瀬さんもそうですしね、なんか自由っていうのをビリー・ジョエルもポール・マッカートニーもジョン・レノンも全部教えてくれて、ギルバート・サリマンもそうですね、でエルトン・ジョンもそう。だから僕はもうすごくそういう流れで来たんで、うん、まあ自由が、鋭い質問が来てます。鋭い質問、はい、喋っていい内容ですか？鋭い質問わかんないですけど、はい、自分で選手を育てるつもりはないんです。そう、だから選手を育てるつもりはないんですよ。選手を育てるっていうのはロックンローラーで言えばビリー・ジョエルが音楽教室を作って、自分のなんかバンドを作るみたいな、よく日本でもありますよ、プロデューサーになるじゃないですか、音楽、あれをやるようなことじゃないですか。あれは僕になってほしくないんですよ。ビリー・ジョエルはずっと売れてようが売れてなかろうが曲を作って自由に満喫しててほしいんですよね。やっぱりそれだけの大変なことがあったから稼ぎもあっただろうし、そう、自分なんかもやっぱりそれ凝縮した中でやってたから大変だった。でもそれが今こうやって自由に生きれてると思うんで、もう自由にしたいなっていうのはありますね。まあそれはもう自分の分身を作りたい人はもうそれはそれでやってもらって、そんな感じでございます。今日は一番長いんじゃないですかね、おそらく。じゃあちょっとね、最後皆さん、また最後乾杯で、お願いします。ありがとうございました。旅も無事に終わりました。また生配信ちょこちょこやった方がいいですね。月に 1,2 回は頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。今日はちょっと不手際がありまして、すいませんでした。ちょっと今マスターがね、コメント読んでくれてるんですよ、さっきから。はい、なんですか？相当苦労したと思います。プロレスラーにならなかったのが良かったのと、才能があった、それとフリーランスの先駆け、ああそうですね、ありがとうございます。東中野でよく見かけました。はい、楽しかったです。またやってください。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。フリーランスの先駆けですこれからも自由な人集まって自由な話しましょう。でみんなで旅行きましょうね、楽しく。では長らくありがとうございました。また、次の配信いつかわからないですけど、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも。ありがとうございます。本当にロッケンロー、ありがとうございます。ロッケンローいいね、ロッケンロー、ありがとうございました。